こんばんは、人間椅子クラブの時間がやってまいりました。まさにまさか。もうこれ早く番組終わりそうな曲なんでしょう、なんかこれ終わるの。タオラーだね。ええ、あの先週アリスやりましてですね、あの武道館コンサートから気分は一汗かいたと。これ A ちゃんともだったらいいですね。ああ、 A ちゃんやる今度。 A ちゃん誰、3人 A ちゃんやるのかな、やっぱりその時は。誰やるのかな。もうキャロルっていうのはもうあるけどね。はいはいはい。君はファンキーモンキーベイビーしか知らねえけど。いや、君はファンキーモンキーベイビー、あれ、いいんだよな。タイトルはファンキーモンキーベイビーなんだな、あれ。あ、なんだ。君はファンキーモンキーベイビーよ、誰だ。そういう人はあんまりいねえよな、君はファンキーモンキーベイビーって。君はってつかないわ。タイトルはファンキーモンキーベイビーでしょ。君はファンキーモンキーベイビーだと思うよ、あれ。そう思うじゃん、それ。お前、君は水中カルビーだからね。君はファンキーモンキーベイビーっていいタイトルだね。君はなんとかっていうのをここで作るとかね。なるほど、うん、君は半熟とかね。やばい、面白いでしょ、君は半熟。一瞬分かったら何で笑ったんだろうと思ったけど。まあ、今日はまあ自分編がかかってますが、今日演奏する曲、まあまたもうアリスと。アリスですか。ということで、先週どうもうまくいかなかったかけどね、今日はちょっとアレンジも少し変えつつも、楽しみつつも、やっぱり3人であのレコードと同じようには演奏できないということが、まあ先週の反省として出たので、今日はまあまるっきり、あれ踊り切れちゃった。寂しいな、これこういうバージョンだもんな。まあそういうことで、今日はアレンジを加えつつのアリスの、もうチンペンなりきってるね、帽子。先週からかぶりっぱなし。どう思うよ、そう見えねえんだよな、自分で見ながら。何が違うんだろう、帽子かぶればチンペンでさっき、まああのね、まあ今僕らがやってるのはね、通して録画してるわけですよ。でその間も飯食いながらもずっと帽子かぶっててさ、おーなりきろうとしてるなと思ったけど。いやいやいや、これほら脱ぐの大変なんだけど、髪をこれ出してるんで。あ、昔銀縁の眼鏡チンペイかけてなかったっけ。あチンペイ眼鏡かけてたっけね。銀縁眼鏡かけてた時なかったっけかな。なんかその写真見たことあるよね。はははでもさ、前も言ったけど、輪島は一人でアリスやってんのよね。髪長いのは金ちゃんだべ、ヒゲはベイヤンだべ、髪着てるのはチンペ。いやいや、あの手勝ってるよね、かなりね、選手から一人アリス、一人アリス、一人歩きみたいな、一人アリス、あんまり嬉しくないなそれ。だってよ、なんかそれこそカメラ何回も回すんだったら、ドラム叩いて左スイッチ右スイッチってできるよ、わざわざ一人でできるよ。一人であるっすね。まあ今日はじゃあ、冬の稲妻という曲をにアタックしてやってみましょう。なんで冬なんでしょうね。冬に呼ばす言葉どこにも出てこないよね。冬に呼ばす言葉どこにも出てこないよね。まあでも夏の稲妻じゃ当たり前だよね。そうなの。夏の稲妻。なんでだろう。You are Rolling さんだってどういうことだよ。だから本来 You are Rolling さんだのところに冬の稲妻みたいなさ、のが来ればいいんだよね。ああ。回転してんだよね、稲妻。で。でね、なんでラテン色濃いんだろう。これラテンですね。コンコン。金ちゃんラテン好きなんじゃないかな、やっぱり。金ちゃんって実はあのラテン出身の人なのかな。ああ。
金さんで、ね、先週金さんだって言い直したんだよ。そうそうそうだった。いつの間にかあれバウアウでベース弾いてた人金さんってのがこの人は金さんなのよね、うん、あそうそううん俺そうだよねこう雨降ってたりしてさファンの人は知ってんだろうね。ああ、エピソードとかね、詩ができたエピソードとか知ってんだよね。親が知らないだけかもしれない。うんうん、まあでも確かにね、春の稲妻も変だしね。うん、冬の稲妻って感じだよね、うん。でも冬って稲妻って普通くどいけどさ、出ねえって？出ないでしょ。ダハンで出ねえ。ダハンで変だ。変だからやったんだ。ね、要するにめったに。来ないことっていうこと。あなるほど。大体冬ってなるんで、そういう雷とかないですから。いきなり来てびっくりする。それの晴天の霹靂っていうんですか。はいはいはい、はいはい。そういう感じ。これ突然の別れですからね、これね。うんうん、突然その予期せぬ出来事が起こった。そういうことなんだよね。じゃあ、鋭いね。ねみみみ水。ねみみ水ってことだよね。ことわざ知りすぎだな。いや、ことわざ読めんだけどよ。晴天の霹靂だったね、これ。ねみに水ね。あれ痛いな、あんまり痛いんだけどよな。猫に拒んでもね、なんだっけな。バジ豆腐が同じことだし。こてつにラズンバコチュレーズは全然違うな。馬の鼻に眠るつうーんとねみみに水なんだこの曲な。やぶから棒でね、うん、しかもあなたはってくるわね。あなたはだよね。そこがなんかやっぱフォークの人なんですかね、うん、お前はとか言わないよね。白間さんだったらお前はってくるよね、うん、あのフォークってまあ基本的に丁寧だったよね。なんとかなんですとかいうデスマス調でます、ね、来るでしょ。であなた僕とかね、うん、私とか私だよね。私の心そっかこれ女の歌だもんな。 あ、うん、あそっか女の歌だよな。女の立場の歌でしょ。立ち尽くしてるのは女の人なんだ。はいはいはい、うん、うわ貴様はだとパンクなのかな。そうなんだ。貴様それはあの軍歌でしょ。貴様とオレとはだから貴様って言われたくないよね人に。貴様って替え歌でやれば変だよな、うん、貴様は稲妻のように、うん、すごいよね怖い。なんだべ値当たりのオイラのここやっぱパンクはオイラでしょ。パンクオイラオイラって言ったらなんかあのガイちゃんみたいな。そうね。あれオイラじゃないか。オイラパンクだけどパンクはオイでしょ。だってオイオイオイあ、キッサポイントはね、忘れないってまた言ってるね。あ、やってる。やってた、やってた。忘れないか、うん、じゃあそういう感じでいってみますか、うん、やりましょうか。いや、あれだけね、はいはい、練習したのに、はい、間違ったバージョンでやってしまっちゃってました。心と体を間違えましたね。あ、心と体、うん、あ、心と体がええ、引き裂いたですかね。体と心ってこれ対比になってたんだな。そうなんだ、精神と肉体っていう関係で、なかなかね、歌詞がね最後コードまでなったわ、うん、でもでも途中あの失敗したよ。コードは立ち尽くしちゃったじゃん最後歌うのもやめちゃった。そういえば歌いながらあ立ち尽くしたと思ったよもう。しかしこれだけ時間を押して何回もやってなんかもう一回やりたいって言えねがったな。立ち尽くしたまま考えたらね、
うん、どうすかなと思ってまあいいっていうことにして立ち尽くしバージョンで、いや今ねだってね、あなたがっていい回ありましたから、いや1回目は自分は一人だけやって悔しいなと思って、あんまり甘えと思ってでも、まま言ってたのよな、あなたがーで、ね、その前のよな、あれ忘れないの場所なんだけど、あ人の話聞けねえなと思いながらやったんでしょ違う場所でやってんだよな、ね、天ちゃん昔って言ったってそういうとこも言ってたな全部やってたね、なんかいや、まあ、アリスは侮れないということで、もうやめましょうね、難しいね、まあでもヒット曲のアリスのポイントはよ、うん、いや、ロリンさんだとか、なんか M 必ず入るじゃん、うん、チャンピオンでも入ったし、うん、でなかなかそういうのとかよく入るよね、入れますね、パン出たじゃんなんかワオってやりたくてしょうがなかったねワオそこまで崩しちゃいけねえなって思っちゃうじゃあ俺のはどう崩したけど、いや、あれはいいんじゃないですか、あれは大丈夫、あれはポイント取りますよ、ちょっと諏訪真嗣入ったけどな。いや、ず。じゃあ、途中でコード間違って立ち付けしたのは、こういう。あれは合成で、稲妻落ちるのを合成していただければ。あ、そっかそっか、うん。俺のカメラにして、俺、あっていうところで、ビカッって言ってたのか。稲妻の音がなんか合成して入れてもらってコード間違ったらごまかすっていう、そういうことにしましょう、うん、なかなかいいねそれ、うん、そうね、ちょっと工夫してじゃあまあ来週はまたアコースティックギターをエレキギターに持ち替えて、来週はアルフィになります、星空の下、あ、すげえ、聞いてないっす僕はそれ、あ、桜井やるよ、俺、桜井だ、あれ坂崎でしょ、高見沢トレードしませんか、あの僕ね、ってそれすげえアルフィン、まずいな、ハンサムまずいや、それそうなんだいや別に悪意なん対はないですよ、クジヒグが、あ、誰誰ちょっとでもあの場合例によって一人アルフィーもやってるよあ、そっか一人アリシンに加えて一人アルフィーやってますから、ヒゲで桜井、はい、ね、メガネで坂崎、長八で高見沢、はい、全人類を代表するようなですねそれも和島の顔とかすげえ似顔絵とか描きやすいけど特徴が多いっていうことなんだな、特徴が多いんだね、多いのか、黒縁のメガネにヒゲに長髪、ストリー ELP とかやってますね、ストリー ELP 一人ラッシュとかね、ちょっと難しいな急にでも和島がこうやってる姿みたいなもう詩人だっていうところでニール・パートは言ってるね、でギター弾いてるってことでアレックス・ライフソン、ライフソンやって、あと声が高いのはゲジー、あっこれね大丈夫かな、ペダルベースかって踏む、すげえ難易度高いんだけど一人らしくて、なんかシンセ弾いたじゃないですか、ああ辛いなじゃあ、来週は、うん、和尚君の一人ラッシュによるダッシュの演奏で一体来週何ですかね、まあ楽しみということで、え、ラッシュ何ですか、ラッシュ、ラッシュだいぶ疲れてますね